木下森高は、日本のベーシスト、作曲家。木下総合企画株式、会社代表取締役社長。ザ・モンスター、A55S、光の強者、東京クランプス、PIMP、キースバッドエッグのメンバー。日本のアイドルグループ、メロン畑 A55、ザ・グレイトフル A、マガオンス、サゼリカのプロデューサー。 男の墓場プロダクション新宿山頂メタイ隊長。日本のロックバンド、ザ・モンスター、A55S の2代目ベーシストとして世に出る。2016年、アイドルグループメロン畑 A55 を結成。東京都の新宿とウグイス谷ににあるカフェバー、モンスターカーフの設立に深く関わり、その後のメガ盛りブームを牽引することになるハンバーガーを縦に積み上げた。 タワーバーガーや重量が約4キログラムあるモンスタービッグバーガーをプロデュースし、これらのお店や商品がメディアに頻繁に取り上げられ少年マガジンやヤングマガジン等でギャル、ソネや漫画家西本秀夫が完食にチャレンジするという企画漫画が掲載された。自身がプロデュースするアイドルグループメロン畑 A5 号の楽曲メロンゴゴが、畑あごが 杉作 J 太郎監督作品映画、チョコレートデリンジャーに挿入歌として起用され自身も出演を果たす。またメロン畑アゴムメンバー、中村祖蓮による派生ユニットサゼルカに提供した楽曲、サゼルカが雑誌オーバーチューン13号にて、アイドル楽曲大賞2017にロマン有効により選ばれたほか、ナンバカズミのアイドル36フサの M グランプリにて、 サゼルカが9位に選ばれる。ありがとうございます。